はいどうも皆さんこんばんこばはレプチンです今日はもうすぐ開催予定のハロウィンイベントについていろいろ情報が入りましたのでお話ししていきたいと思います。でハロウィンイベント開催期間は日本時間10月の22日から11月4日まででイベント開始時刻についてはちょっと分からなかったんですけども、まあ、そのうち多分公式から続報があると思います。ただ期間が日日から4日までと でその期間中は、まあ、デッドバイデイライトがハロウィンイベント仕様になりって言ってもね、まあ、ちょっとブライトが実装されてからもうロビーがねこの蜜花の蜜とかねめちゃくちゃあるんでもうハロウィンっぽいんですけれども、まあ、多分ここにカボチャとか追加されるんだろうねであのロビーとかがハロウィン仕様になったり専用のアイテムやオファリングが手に入るようになったり、まあ、ハロウィンのスキンが実装されたりとかするんですけども今年のハロウィンイベントは何をするかというと。 生存者側はマップ上の花から蜜を集めたりこんな左にあるこんなのが湧くんですよマップ上にねそこから蜜を集めたりキラーは生存者をしばいたら専用のフックに吊るしたりするみたいなイベントになるそうですはいちょ去年はちょっと簡易版っていうかそんなに手の込んだイベントにならなかったんですけど2年前え実際にあの開催されたハロウィーイベント が蜜を集めるイベントだったんですけどそれと非常に似てるかなと今年は全く同じものではないと思うんですけども今年も蜜を集めるということでよく分かんない人はちょっと概要欄に2年前のイベントのリンク貼っておきますので是非それ見てみてくださいそれ見ればなんとなく感覚つかめるんじゃないかなと思いますはいで あの次のアーカイブの実装もハロウィーンイベント開催時期と一緒なのでミッションにそのハロウィン用のミッションってのが追加されるみたいで、まあ、それで、ね、3つ集めたりとかいろいろするみたいですね、どうやら。で、今年もも、ね、例年通りハロウィーンイベントといえば、まあ、ハロウィン専用のオファリングとかハロウィン専用の救急箱そしてハロウィン専用の懐中電灯が、はいはい、帰ってきます。 でブラッドウェーブとか試合中のチェストから、まあ、そういうのをゲットすることができるんですけど、まあ、あの専用オファリングハロウィン専用オファリングは持っていくと、まあ、試合で、まあ、そのマップ上に、えっと、花を花の蜜集めてするんだけどその花をいっぱいボンポンポンって出現させたり専用のフックの数を増やしたりとかあと、救急箱と懐中電灯はちょっと見た目が違ったりとかね性能は、ね、あのなんか黄色とかと大体同じぐらいなんだけど。 そんな感じのが、まあ、実装されたりさらにね今年はね追加要素としてイベント期間中に特別な救急箱用アドオンと懐中電灯アドオンとそして特定のキラーだけが使える専用アドオンが追加されます、はいまあ、順に説明した,うとしたいと思うんですけどもまず特別な救急箱用アドオンから説明します えー、リファインドセルムというんですけどもこちらはですね救急箱につけれるアドオンでこれをつけると、まあ、救急箱で,使用救急箱であの治療中にセカンダリアクションボタンを押すと効果発動でそこから20秒間サバイバーの速度を速くすると、ね、<laughs> サバイバーの移動速度が速くなる20秒間でその代わり 効果発動させてから足が速くなっている間走った後ろの方にあにブライトの突進中みたいなあのオレンジ色のですか残りがみたいな影みたいなのが出るようになるそうです。っていう、ね、救急箱用アドオンが追加されます。まかサバイバイーの足が速くなるっていう、ね、アドオンが追加されるとはびっくりしましたけれどが、まあ、ユニークですよね、面白いと思います。 まあどれぐらい速くなるかは分かんないんですけど、まあ、そんなべらぼうに速くなったらちょっとやばすぎるんで、まあ、そこまでは速くならないんじゃないかなと思います、はい、使ってみたいですねこれで、えー、続いては懐中電灯のアドオン、えー、ブローケンバルブですねこれは懐中電灯につけることができるアドオンでその懐中電灯のライトが点滅するようになりますチカチカみたいな普通はピカーってなるけどチカチカってねなんか点滅するようになると でさらに明るさがそこそこ増加して目くらましの時間もそこそこ増加して不気味さも増加するとで重複化って書いてありますけどもねまあ,あの怖さが増すだけの、まあ、ネタドーンですねさっきの救急箱で足が速くなるのは、まあ、ネタのような、まあ、使ってみたら結構チェイス中にねうまくやったら強いんじゃないかなと思うんであれはね ネタよりかはガチ向けのアドオンかなと思うんですけどもこっちのねライトがチカチカするだけのアドオンは <laughs> どうすかね完全ネタかなと思いますでえ次が特定のキラーが使うことができるアドオンブライトセルムってやつですねこれは、えー、キラーがブライトの突進を1チャージだけ使うことができるようになりますこの俺が今この見せてるこのキラーですね プライトっていうキラーなんですけどこいつね突進するのが能力なんですけどその突進する能力をこのアドオンつけたキラーにも使えるようにするとただし1チャージだけで突進すると前方に素早くダッシュができますただし突進中は攻撃することができません突進終了後にね攻撃できるようになるんだけど走ってる最中はできないとでサバイバーを吊るすたびに,にチャージが回復します ででも最大チャージは1ですブライトみたいにチャージ2、3、4ってねどんどん増えてったりはしない。1だけ。ブライトは、えー、っと突進した後に自分で注射器ブシューって刺してでチャージとかあの何ですかねまた自動で突進のチャージ回復していくんだけどこのアドオンはどうやら説明を見る限り突進した後自動で回復するわけではなくて生存者を吊るさないと再度突進できないみたいですね。はい、で 特定の殺人鬼にしか使用することができないで、さらにイベント中しか使用できないというアドオンです。いや、これすごくね。面白いアドオンだと思います。あ、ブライトの能力を特定のキラーが少しだけ使うことができるっていうのはね。すごい面白いなとで、多分特定のキラーっていうのはどのキラーのことを指してるかわかんないけど多、多分だけどオリジナルキラーのみってことだと思います。 マイケルとかピックみたいなその版権キャラっていうかその著作権が関わってくるキャラクターに勝手にね注射器させて走らせたら大人の事情とか絡んできて面倒くさいことになると思うんで多分オリジナルキャラクターだけじゃないオリジナルキラーだけじゃないかなと思います。はい、ってな感じで、まあ、これがねあの今朝公式生放送から得た情報なんですけれども、まあ、イベント開催時期が迫ってくればねより、えー、いろんな情報が、えー、日本の公式のね デッドバイの公式からもね出ると思いますので出たらまたねまとめたりしたいと思います。なので今日はこれだけです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。